60億キロメートル離れた位置から見ると地球は青白い小さな点にしか見えないペールブルードットは1990年に約60億キロメートルの彼方からボイジャー1号によって撮影された地球の写真である太陽系家族写真の一枚として撮影されたこの写真では広大な宇宙に対して地球は0.12ピクセルの小さな点でしかないボイジャー1号は 当初の目的を達成して太陽系を離れるところであったが、カール・セーガンの依頼を受けたアメリカ航空宇宙局の指令によってカメラを地球に向けこの写真を撮影した。撮影された地球が淡く青い点であったことからこの写真自体がペールブルードットと名付けられた。2019年現在、地球から再演の場所で撮影された地球の写真である。 1994年にセーガンは、ペイル、ブルードット、エイビジョン・オブ・ザ・ヒューマン・フューチャー・イン・スペースと題する著書を出している。ボイジャー1号の宇宙船、ボイジャー1号は、NASA によって1977年9月5日に打ち上げられた重量722キロのアメリカ合衆国の宇宙探査機であり、太陽系の外惑星領域と最終的には、 生間空間の観測を目的としていた。打ち上げ以来34年間以上、ボイジャー1号は2020年現在でも日々の指令を受け取り、ディープスペースネットワークにデータを伝送している。この探査機は太陽系外に出た初めての探査機であり、地球から最も遠く離れた人工物でもある。ボイジャー1号は現在はミッションを拡充され、カイパーベルトや ヘリオスフィアを含む太陽系境界の観測を行っている。1979年に木星系、1980年に土星系に到達し、当初のミッションは1980年11月20日に終了した。ボイジャー1号は、2つの巨大惑星とその衛星の詳細な画像を撮影した初めての宇宙探査機となった。ボイジャー1号は、 予定では土星を通過する頃までの作動を期待されていたが土星を1981年に通過するとセーガンはこの探査機に最後に地球の写真を撮影させることを提案した。彼はその写真に写った地球はあまりに小さく科学の役には立たないが我々の地球は宇宙の中にあるのだという視点を提供するのに有益であると指摘した。 NASA のボイジャー計画に携わる多くの職員がこの案に賛成したが、ほとんどのものは太陽近くにある地球の写真を撮影することは宇宙船のカメラを損傷することにつながるリスクがあると懸念していた。1989年末まで行われた機器の構成も写真の撮影を遅らせる要因となった。その頃には、ボイジャー1号に無線指令を送っていた NASA の技術者は、 解雇されるか、他部署に移動させられていた。最終的に、当時の NASA 長官、リチャード・トルーリーが仲裁し、撮影は実施された。ペールブルードットは、狭いアングルの写真であるが、広いアングルの写真としては、NASA のジェット推進研究所が2枚の写真の合成によって、太陽と地球、金星を中心とする空間を1枚の画像としたものがある。ペールブルードットは、 ボイジャー1号が6万時速 4000km の速度で打ち上げから12年後に60億 km を進んで太陽系の円に達した時に撮影された。1990年2月14日、すでに当初のミッションを終えたボイジャー1号に NASA から振り返って太陽系の惑星の写真を撮影するようにとの指令が与えられた。宇宙船に伝えられる。 指令工程の作成と写真の録音の計算は、ジェット推進研究所のキャンディー・ハンセンと、アリゾナ大学のキャロリン・ポルコによって行われた。NASA の撮影チームは、カメラを太陽に向けたことにより、カメラが壊れ、それ以上の写真が撮れなくなることを懸念し、最初に、外惑星の写真を撮影した。1990年2月14日から6月6日にかけて、 ロイジャー1号は60枚の写真を撮影して、テープレコーダーに蓄え、それらを地球に伝送した。ジェット推進研究所のキャンディス、ハンセンコハチェックが最初に確認したそのうちの1枚は、灰色がかった背景の中、地球が薄暗い青色の点としてはっきりと見える写真だった。太陽と共に地球と金星が入った領域が、 同時に含まれる広域の画像がペールブルードットと呼ばれる場合もある。地球と金星を中心とした2枚の狭い画像を合成したものである。この画像は、撮像管が太陽の散乱した光で飽和しないように、カメラの最も暗いフィルターを用い、可能な最も短い旅行時間で撮影が行われた。太陽系の円にいたボイジャーからでは、太陽は小さく見えたが、 それでも地球から見える最も明るい恒星であるシリウスよりも800万倍も明るかった。写真の中の太陽が明るすぎたため、写真は反射の多い焼けついた画像になった。太陽の周囲の光線は広域レンズの前に設置された恒星光源の解説像である。この写真は64万ピクセルから構成される。この写真は 太陽と地球の間の胸域で撮影されたため、地球は散乱光線の一つの中央付近にある。地球の大きさは1ピクセルよりも小さい。画像を地球に送信した電波は、高速で進んでも地球に到達するまでに5時間30分近くを要した。さらにディープスペースネットワークは、マゼラン計画やガリレオ計画に人を取られていたため、画像の受け取りは遅れた。 ペールブルードットの詳細な分析により、画像には月も映っていたものの、あまりにかすかであり、特殊な加工をしなければ見えなかったことも明らかになった。地球に反射された光の変化と散乱の効果により、地球はこの写真の中で薄暗い青い点として映っている。地球による変更の効果は、雲量や海、森、砂漠、 雪原などが映っている面積などの様々な要因に依存する。各種の地表面による寄与は、それらの上空のレイリー散乱と表面そのものからの反射が複合したものである。光の波長、散乱角、雲量の総合的な効果により、地球が薄暗い青い点として見える。大気のレイリー散乱によって、可視光スペクトルの青色領域で変更が特に強く起こる。 フォルダー衛星の副写系で得られたデータを用いた計算によると波長443ナノメートル3乱角90度での地球が薄暗い青い点として見えるための変更度は平均的な55%の運量で23%最小の10%の運量では40%である。写真が撮られたサイのボイジャー1号のおおよその位置を黄緑色で示している。 ナサジェット推進研究所のホライズンズシステムは、ウェブ上で、太陽系の天体の天体歴を生成することができる。このツールによると、1990年2月14日と1990年6月9日の、ボイジャーと地球との距離は、以下の通りである。西岸は、人類のすべての歴史は、この小さな青い点で起こっている。ここは、 我々の唯一の家だと指摘した撮影には、ボイジャー1号の画像化サブシステムの教育カメラが使われた。教育カメラは搭載されている2つのカメラのうち、広域カメラとタイになるもので、特定の目標の細部を撮影するためのものである。ボイジャーの撮影システムは、かつてのマリナー計画で使用された低速度スキャンビジコンカメラを改良したものである。他の搭載機器とは異なり、 カメラの操作は自律化されておらず、コンピュータに内蔵されたパラメータ表によって制御された。ボイジャーのミッションが進行するにつれ、撮影対象となる天体は、宇宙船から遠くなるため、露光時間を長くしても、かすかにしか見えなくなる。ボイジャー1号と地球との距離が長くなると、無線電送の容量は小さくなる。無線電送の容量が小さくなると、撮影装置の利用できる、 データモードの数が少なくなる。撮影は王道面から32度上で青色、緑色、紫色のフィルターを用い、それぞれのフィルターに対して0.72秒、0.48秒、0.72秒の露光時間で行われた。写真中で地球にかかる光の帯は太陽光がカメラの部品や日よけにあたって散乱したために生じたものである。 ペールブルードットを含む太陽系家族写真の撮影の後、宇宙船は近い将来他の天体の傍らを通らないことから、星間の長い高校でデータを収集する機器に電力を回すためカメラの電源を切るように指令が出された。ありがとうございます。